その親子は父親のいない母子家庭だったため、小さな仮設住宅で暮らしていたそうだ。日課として娘が家事をほとんどやっていたのだが、母親が帰るといつものように娘がベランダで布団を干しているところだった。母親は料理を作り始めたのだが、娘がなかなかベランダの布団干しを終えない。しびれを切らした母親が、ご飯もう少しでできるよと言ったが返事がない。おかしいと思い、ベランダで立っている娘を見ると顔色がものすごく悪かったそうだ。母親はすぐに娘を寝かせた。そして母親はそのまま娘を寝かせることにした。次の日、娘の顔色も良くなり、昨日のことについて尋ねてみた。まるまるちゃん、昨日ベランダで何してたの？こっちを向いてくれなかったけど。そう言うと娘はしぶしぶ答えた。だってお母さんが包丁を持って私を睨んでいたから。